今日は生チョコタルトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、生チョコタルトを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでもね、生チョコタルトをご紹介してるんですが、今回は焼かずに作れるレシピをご紹介していきたいと思います。さらにですね、材料もたったの3つで作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。チョコレート、ビスケット、生クリーム。今回はこちらの3つの材料で作っていきます。まずチョコレートに関してですが、今回は明治のブラックチョコレートを使用していきます。こちらはですね、必ずブラックチョコレートを使用するようにしてください。もし甘さが欲しい場合はプラスここにお砂糖を加えていただくといいかなと思います。そしてビスケットに関しましては、今回チョイスというビスケットを使っていきます。こちらはお好みのビスケットを使っていただいても OK です。チョイスの枚数でいうと13枚使用していきます。重さでいうと120g になります。まあ、大体 120g 前後用意していただくといいかなと思います。そして生クリームですね。この生クリームの種類に関しましては、動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。そして今回はこちら 18cm のタルト型を使用していきます。このように底が抜けるタイプを使用するようにしてください。直径は 18cm で、高さは約 2.8cm になります。こちらは目安にしてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにタルト生地から作っていきます。まずこちらのビスケットを細かく砕いていきます。このビスケットに関しましては、できるだけね、細かく砕くようにしてください。そうすることでタルト生地の密着が良くなって、かつ見た目も綺麗になります。そしたらね、こういったジップ袋の中に入れます。そしてこちらを綿棒で細かく砕いていきます。はい、細かく砕きました。しっかり細かく砕くと、綿棒でもね、このようにすごく細かくすることができます。できるだけね、このぐらい細かめにしてください。指で触るとね、ちょっとしっとり感が出てくると思います。そしたらここにですね、生クリームを加えてください。そして生クリームを全体にしっかり染み込ませましょう。はい、OK です。このようにしっかり染み込ませてください。生地感はね、しっとりとした感じになって、指にくっつかないぐらいになります。この生クリームを入れる量に関してなんですが、ビスケットの種類によって多少ね、適正な量が変わる場合があります。なのでチョイス以外のビスケットを使う場合は、少しずつ入れて生地をなじませて、このぐらいになるまで調整して入れてみてください。仮にもし緩くなってしまった時は、砕いたビスケットをもうちょっと加えて固めにしてください。そしたらですね、こちらタルト型を用意してください。ジップ袋から生地を出して、そしてタルト型に敷き詰めていきます。敷き詰めるときはね、まずこういったゴムベラなどで一度伸ばしてください。スプーンを使っていただいても OK です。これで一度ね、底の部分に敷いていきます。あとはですね、こういったコップの平らな底の部分ですね、こちらを使ってで生地を敷き詰めていきます。この横の部分にもね、敷き詰めていきましょう。底の部分がね、ちょっとくっつくときは、このようにね、ラップを貼り付けて、このように敷き詰めていただくと生地がくっつきにくくなります。はい、このように敷き詰めてください。このね、隅の部分もね、しっかり敷き詰めてください。そしたらこの上に出た部分の余分な部分ですね、こちらをね、一度切り落としていきます。はい、このようにね、表面をきれいに削っていただくと見た目もきれいになります。このね、余った部分に関しましては、またね、底の部分に敷いて、そして底の部分をね、少し分厚くしていきます。はい、タルト型はこれで OK です。そしたらこちらはですね、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いて生チョコ部分を作っていきます。まずですね、チョコレートを細かめに刻んでください。刻みやすい枚数だけ重ねて刻んでください。はい、このようにね、細かくチョコレートを刻んでください。そしたらですね、ボウルを用意してください。この中にチョコレートを入れていきます。
はい、このようにねボウルにチョコレートを入れてください。それでは今からこちらのチョコレートを湯煎で溶かしていきます。では別のボウルにですねお湯を注ぎ入れます。だいたい60度前後ぐらいのお湯を注ぎ入れてください。そしてボウルを置きます。ボウルを置いたらですねこのまま湯煎でチョコレートをきれいに溶かしていきます。チョコレートを溶かすときはねこういったアルミなどの材質のボウルがおすすめです。そうするとね熱の伝導率も早いのでチョコレートが溶けやすくなります。はい、綺麗に溶けました。チョコレートの塊ができないようにこのように綺麗に溶かしてください。そうしましたらこちらのチョコレートはこのまま湯煎に当てて置いといてください。では続いてチョコレートに生クリームを入れていくんですが、こちら生クリームは電子レンジで温めてから加えていきます。こちらを電子レンジ600ワットで1分加熱してください。はい、1分加熱しました。これで生クリームがしっかり温まってれば OK です。温度で言うとだいたい70度から80度くらいまで温めてみてください。沸騰させないようにだけ注意していただけたらと思います。そしたらですね先ほどのチョコレートのボウルを用意してください。ここに生クリームを一度に加えます。チョコレートに回しかけてください。回しかけたらこのまま一度30秒置いてください。そしてチョコレートと生クリームを一度なじませていきます。すぐ混ぜるとね分離しやすいので30秒ほど置いてなじませてから混ぜるようにしてください。30秒経ちました。そしたらですね中心の方からゆっくり混ぜてチョコレートと生クリームを合わせていきます。この時ね空気が入らないように優しくね混ぜてください。このぐらい混ざったら少し混ぜるスピードを早めてください。そして分離しないようにしっかり混ぜましょう。はい、OK です。このようにチョコレートを溶かしてから温めた生クリームと合わせていただくことで分離せずに綺麗にね混ぜることができます。そしたらボウルから外してください。そしてもう一度ね軽く混ぜましょう。生チョコはこれで OK です。それではこちらを型に流し入れていきます。それではね冷やしておいたタルト型を用意してください。ここにチョコレートを流し入れます。はい、流し入れたら少しねこのように揺すってください。そして表面が平らになれば OK です。それではこちらを冷蔵庫で3時間から5時間ほど冷やし固めます。はい、タルトが冷やし固まりました。このようにねしっかり固まってます。それではね型から外したいと思います。タルト型よりも少し高めの容器を用意してください。そしてこの上に置いて外側の型だけ下に下ろします。こんな感じです。あとは底の部分を取り外します。そしてお皿に移動させます。はい、これで生チョコタルトの完成です。はい、これで生チョコタルトの完成です。こんな感じに仕上がりました。タルト生地もですねしっかり細かめに砕いたので見た目もね綺麗な仕上がりになってます。では切りたいと思います。切るときはナイフを少し温めて切ってみてください。はい、生チョコはこのようにとても滑らかで濃厚な仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ずっしり濃厚です。いただきます。とろける食感ですっごく美味しいです。そしてねこのビスケット生地もねすごくしっとりしてます。甘さもねちょうどいい仕上がりです。滑らか。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の生チョコタルトのポイントです。まずビスケット生地のポイントなんですけれども、こちらはできるだけ細かめに砕いてみてください。そうすることで仕上がりがとても綺麗になります。そしてビスケット生地を敷き詰める時なんですけれども、敷き詰める時はですねコップの底やまたはスプーンまたはゴムベラなどを使っていただくといいかなと思います。そして上の部分がね少しはみ出ると思いますので、そちらをね包丁でこそぎ取っていただくとこちらも仕上がりが
綺麗になると思います。余ったものに関しましては底の部分にね付け足してみてください。そして生チョコを作る時のポイントなんですが、今回はですね湯煎でチョコレートを溶かしました。一手間ではあるんですけれども、湯煎していただくと失敗なくできると思います。生クリームに関しましては電子レンジで加熱して温めてから合わせるようにしてください。混ぜる時に関しましては空気が入らないように混ぜてください。途中でちょっと分離してきたなって感じる時があると思うんですが、そのまま混ぜ続けると綺麗に混ざるので、しっかりねひとまとまりになるまで混ぜてみてください。あとはタルト型に流し入れて冷やし固めるだけなのですごく簡単です。今回ですねブラックチョコレートを使っていますが、甘さはねすごくちょうどいい仕上がりになってますので、ブラックチョコを使っていただくのがおすすめです。ミルクチョコを使う場合は少しね生クリームの量を変えた方がいいと思うので、こちらは調整していただく必要があるかなと思います。そして切る時に関しましては包丁を少し温めていただくと切りやすいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は生チョコタルトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。